かつてにぎわいを見せていた大津市石山寺の門前一五王さん、そのにぎわいをもう一度取り戻そうと地元の有志らが挑戦しています。石山寺門前一五王さんは今からおよそ25年前、石山寺観光協会の有志メンバーが門前町ににぎわいをと立ち上げたものです。15年ほど前のピーク時の出店数は40件近くありましたが、高齢化などで徐々に減少し、さらにコロナ禍で近年は中止になることも。もう一度あのにぎわいを取り戻したいと、当時の子ども世代が仲間を集め、去年7月から月に一度復活に向けた企画会議を開いてきました。そして今日、新たな門前一五王さんに飲食店やワークショップなど11店舗が集まりました。今日はあいにくの雨模様でしたが、それでもお客さんの買い物姿が見られました。雨の中なんですけど、すごいその初五王さんを楽しみに来てくださったお客様たくさんおられて、そういう方と会話してると、今日は雨の日ですけれども、させていただいてよかったなという気持ちでいっぱいです。門前市を盛り上げて、またこう石山寺をいろんな人に知っていただきたいなって、そういうふうな一員になればいいなというふうに思っています。石山寺門前市五王さんは今後も毎月18日に開かれるということです。今年の大河ドラマの主人公紫式部やその作品源氏物語に関する展示が今大津市内で開かれています。大津市歴史博物館では今月10日から紫式部ゆかりの寺として知られる大津市石山寺の収蔵品など20点余りを展示した企画展が開かれています。こちらは石山寺に伝わる重要文化財、石山寺縁起絵巻の第4巻を模写したものです。石山寺に滞在した紫式部が琵琶湖に映る満月に感銘を受け、源氏物語の着想を得た逸話が描かれています。またこちらは源氏物語の各場面が描かれた源氏物語図式紙。物語の主人公光源氏が逃げたスズメを追いかけて姿を現した女性、紫の上を偶然見かけ恋に落ちるという出会いの場面が描かれています。企画展ではこのほか紫式部と大津との関わりを感じさせる絵なども展示されています。大津っていうのは非常に歴史の深い町でございますので、源氏物語とかですね、紫式部っていうのを、出発点として、そういう大津の歴史に触れていただければというふうに思います。源氏物語と大津展は展示作品をおよそ2ヶ月ごとに変更しながら大津市歴史博物館で来年2月2日まで開かれています。高齢化や担い手不足など厳しい環境に置かれている農林漁業と就職希望者をマッチングしようという合同就職面接会が開かれました。昨日、草津市内で行われたこの合同就職面接会は市が労働局が去年に続いて行ったもので、県内の12の農林漁業団体や事業者などが参加しました。農林漁業では深刻な人手不足の改善が課題となっていて、存続のためにも若い新規就業者をより多く獲得する取り組みが必要となっています。やはりですね、少しでも後継者不足の解消をですね、図るために、そういった、就職できる場を多く提供したいと考えています。会場には団体や事業者のブースのほか、通勤が困難な就業希望者を対象とした移住相談コーナーも設けられ、訪れた人たちがさまざまな質問をしていました。県議会の議会改革検討委員会は、育児や介護などやむを得ない理由がある場合、
オンラインでの委員会の参加を可能とする検討結果をまとめ、議長に報告しました。報告書は先月21日、県議会議会改革検討委員会の川島隆二委員長と田中松太郎副委員長から奥村義政議長に手渡されました。検討委員会は県議会すべての会派からの代表の議員ら10人で構成されていて、おととし4月から導入したタブレット端末の効果や委員会のオンライン開催について検討してきました。報告書ではタブレット端末についてはペーパーレス化により年間950万円の経費が削減されるなど一定の効果があったとされ、引き続き使用するとしています。また委員会のオンライン開催については、感染症の蔓延や大規模災害、育児や介護などのやむを得ない場合は可能とすることにしました。今後議長が会派の代表者会議に諮り検討されることになります。関西未来銀行は市民活動のサポートに取り組む公益財団法人近江ネットワークセンターと遺言による財産寄付に関する連携協定を結びました。締結式では関西未来銀行の馬掛場義則執行役員と近江ネットワークセンターの南恵子常務理事が協定書を交わしました。近江ネットワークセンターは環境保全などの市民活動をサポートする基金未来ファンド近江を創設していて、今年4月からは遺言によって財産を寄付する遺贈寄付の受付を始めています。関西未来銀行は遺言書作成のサポートや管理などについて専門的な知識とサービスがあり、近江ネットワークセンターは寄付を市民活動へスムーズにつないでいきたいとしています。この遺言信託はですね、当社が得意強みとする分野で、銀行のリソースをですね最大限活用し、地域やお客様にとってなくてはならないと思っていただける銀行を目指していきたいと思います。滋賀を地域を良くしたいというそういう託されたお一人お一人の思いを、地域を支える市民活動へと確実につないでいきたい。